アグローポリ、またはアグロポリは、イタリア共和国カンパニア州サレルノ県にある、人口約2万2000人の基礎自治体。起源の年代は、見解が分かれている。このアグローポリという名前から、古代イギリシャの植民都市がその起源という意見がある。一方で、5世紀頃に、ビザンチンの都市として築かれたという意見もある。9世紀には、 サラセン人の襲撃と、それに続いて少なくとも2世紀にわたる占領を受け、その後はアラゴン王国の支配も受けた。現代では近代的な街となっている一方で、海岸での海水浴や中世の建築物の見学といった観光地としての側面も持っている。ナポリから電車で30分ほどの所要時間。駅前は近代的で、駅から徒歩15分ほどで、 旧市街と海岸へ至る。旧市街の一番高い位置には中世の城塞がある。この城塞はビザンチン統治下の6世紀に築かれた建築を基礎としてアンジュアラゴン家時代に整えられた。されるのからは5 1トルナポリから1 0 7キロメートルに位置する。隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、アグローポリには以下の分離集落がある。ありがとうございます。